妻木頼より田舎は、日本の建築家、明治建築界の三大巨匠の一人、大倉省永善の総元締めとして、絶大なる権力を持っていた、永善官僚。幕末に、幕府旗本の長男として生まれる。後部大学校づくり科学科に入学、卒業一年前になって、同学校を退学し、コーネル大学建築学科に留学、卒業後ニューヨークのロバートソン事務所で修行。 大倉省などで数多くの館長建築を手掛け、明治時代の館長永然組織を確立した。国会議事堂の建設にも執念を燃やしたが、向きの在世中に本建築が着工することはなかった。公主学校づくり科学科教員。1859年、上里妻岸七代、よりゆきの次男で、数佐さき家を継いで11代当主となった、爆臣旗本、 妻木源三郎雷ぶろの長男として、江戸に生まれる。陽名、久野城。父の雷伊いは、1862年、長崎ひ立うたて用として赴任するが現地で没した、ため、3歳で12代当主となった。明治9年家屋敷を売却し渡米するが、日本で学ぶよう悟され帰国。1878年、神戸大学校づくり科学科に入学。 ジョサイやコンドルに学ぶ。ノ・野金吾の後輩にあたる。1882年、卒業1年前に中途退学し、アメリカ留学。コーネル大学建築学科3年に編入。同大学で学士号を取得した。卒業の後、ニューヨークのロバートソン事務所で修行。1885年帰国。帰国後は東京府に勤務。1886年。 議員建設のための組織である臨時建築局に勤めた。官庁集中計画の一環で、議員の研究のため渡辺譲や河井広志像職人らと共にドイツに留学した。1888年、帰国。結局、議員建築は木造の仮建築で建てられることになり、本建築の建設は見送られた。大倉省で、港湾、税関、タバコ、 塩専売などの施設建設にあたった。1894年日清戦争の際、大本営の置かれた広島に、臨時議員を建設することが決まると、短期術で完成させ、この功績で叙勲を受けた。また、奈良の東大寺大仏伝修復にも関わった。1901年欧米を視察、同年工学博士号を取得。日露戦争後、桂内閣の下で、 再び議員建築の機運が盛り上がるが、立野金吾らは公開コンペ開催を要求し、議員の設計を進めていた、妻木らを批判した。桂ら内閣が対正政変のため倒れた後、議員建築の計画も延期となり、妻木は官職を辞任。病気がちになり、1916年死去。広島臨時仮議事堂。ありがとうございます。